西伏見アイスアリーナは東京都西東京市にあるアイススケートリンク。命名券売却により、故障を大道ドリンクアイスアリーナとしている。1984年8月10日開業。同所は西部グループが所有するレジャー施設の一つ。主にアイスホッケーでは関東大学リーグや東京トリーグなどの試合で使用している。また、 フィギュアスケートの大会にも使用される。これらの大会が行われない日でも年間を通して一般開放されており、毎週日曜日には定例のスケート教室を開催している。この他、施設内に東京都スケート連盟事務局が所在している。2008から2009シーズンまでアジアリーグアイスホッケーに加盟していた西部プリンスラビッツが ホームリンクとしていたが、西部が解散したことで、2009から2010シーズンから東アリーナでのアジアリーグの試合は激減し、2日間のみの開催となった。西部新宿線東伏見駅南口からすぐの場所にあり、交通アクセスが良好である。また、アリーナ正門前にはドラッグストア、薬の第一が出店している。 リンク前景西部新宿線東伏見駅南口を出てすぐアジアリングアイスホッケー西部プリンスラビッツ VS 日光アイスバックス線命名権による名称サントリー東伏見アイスアリーナに関するカテゴリー大道ドリンクアイスアリーナに関するカテゴリーありがとうございます